巨人高橋義新監督が静岡、厚見市内で行われた農会でフロント、首脳陣、選手らを前に来期の巻き返しを誓った。現実を受け止め、前進しなければいけない周期キャンプもいかめしい練習をしてきた。その成果を発揮して、来期は一丸となって結果を出さないといけないと4年ぶりのリーグ優勝奪回を掲げた。